こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日から、ブラックナイル、これはウェイン・ショーターの定番曲なんですが、僕らもセッションでよくやりますね。なんかこうセッションに行って何の曲やるって言われた時、枯葉って言うと嫌がる人結構いたするんですね。もう やり飽きてるから。ブラックナイルとか結構喜ぶ人多いんで、そういった意味では何やるって言ったらブラックナイルやりたいですとか言うと、おいいねみたいな感じになることが多いかなと思いますんで、こういう新しいサウンド、まあもう古いですよ、全然古いんですけど、この当時のジャズで言うと一番新しいサウンドだった感じですね。まあビッグバンドの決めですごく練習したんで、なんかかなりいろいろこういうところもできやすくなってるんじゃないかなと思いますが、なんかエルヴィン風っていうのがやっぱありまして、やっぱエルヴィンって3年埋めが多いんですね。でそういったところをちょっとやっていきたいなと思います。うかー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 っていうフレーズがあります、最初にね。これはイントロです。このイントロの部分をエンディングに使うことが多いです。これ原曲のやつは最後2小節カットしてコーダに飛ぶんですが、そのコードはほとんどやったことがないですね。なのでそれよりはワンコラス丸々終わってからイントロに戻るので、このイントロのテーマのところを覚えておきましょう。これはほぼほぼ確実にやります。なので、最初のタタですね。でここに対して3連、多分ねラフ入れてるんですね。タタでパーパー、このレガートに戻りながらタンタを合わせてます。タタタタタタラバーストンパーサーで、ここ3連多分3ストロークでタタタタタタバというのがイントロです。難しいですけどね。これ簡単バージョンだと頭の部分のラフが難しいので2つにしてタタタタでフィルに入れてレガートタタララタタタタ、この4連鎖全部合わせちゃう。タタバタタ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 、ここは3裏に行かなきゃいけないのでドンタタで、ここロールだと難しいので、ワン、ツー、スリー、タン、タンっていう風にピアノがタン、ジャッツ、チャンで2声で書いておきました。メロディはタン、タバララララですが、タン、ジャッツ、チャン、タバラバラ、ジャンツ、チャンですが、そういうフレーズが組み合わせがあると思って、タダッパタバダダダダン、タン、タバラバダパパパパパパパで、こんな感じかな。シンコペーションブックのオルタネみたいな感じ。次の2段目が3連の2つ目を入れるのがモダン的な感じですね。こう大きく飛べるか、一緒に爪とかライドも一緒にシンコペーション1個だけするって感じ。でここタタとここのフレーズは一緒なんだけど、このタタつつくタタじゃん、これで全然いいんじゃないですか。ところがエルヴィンってここをラフにタタと数は一緒だけどラフで後ろに引き込んで、ここがエルヴィンっぽいですね。やらずにスネアの4拍目の手前にハイハットを1個ずらして、ここで16を入れる、クレッシェンド入れる、エルヴィンっぽいです。こういうことですね。頭にダーバダダダダあとですね、僕は段落進行型っていうコンピングで作っておきました。それです。
タタとタタタ、これ使いやすいというのが、頭まで。で、頭の最後エンディングの時は頭に戻ればいい、あのイントロに戻ればいいので。非常にエルヴィンっぽいですね。ところがこれちょっと難しいと思うので、これを、タバタダバダバダタ、どうした？頭のメロディー、タバタダバダバダタダバダバダダダダダダダ。でこれ二裏でうっつっぱー、これ歌わない、これサックスこれやらない人もいるんですけど、そこ合わせるんだったらやってもあげてもいいし、そこは無視してダーダーダー括弧書いといたのね、フィルインだけ入れて同じことやる。で2括弧 B に向かうとこはうっかーがーがあるので、なので2つやるとダー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 バダバダダバダバダダダダダダ比較的分かりやすくメロディーをサポートできるんではないかなと思います。どちらも、貼っ付けておきますので、これ見ていただければ、コンピングができるかなと思います。要はセクションなんかとコンピングっていうのはやっぱりものすごく密接に関係してて、軽くセクションとかね、軽くその間コンピングみたいな感じがこう行ったり来たりするわけですよ。ビッグバンドとかやってるとすごくこういうところが仕分けがすごくしやすくなるんで、やっぱりあのセクションマニュアルとかでがっつりとセクションもできるようにしておいてコンピングを。特にですね、エルヴィンは最後の A3 のところの左手はすごいちっちゃい音で、なんかこうちょっとちょっとこう音をついてるって感じにしてるんですね。だから叩いてるけどすごくこう大きい音で発音してるところとちっちゃいところで発音してるところがものすごくもう歌って感じになってますね。何が大事かって、難しいフレーズを叩けることよりもやっぱりその音色感で歌の感じが大事なんですよ。全部音が一色で、こういう大概のドラマーってそうなんですよ。ポップスやってる人ってそうなんですけど、フォルテかピアノかの2つ、フォルテかメゾフォルテぐらいの音しか2種類しか音色がないですね。ジャズの人っていうのはもうそのそこの間にものすごいこう音色感がいっぱいあるんで、で音のタッチも変えてるし音量も全然違うんですね。そこら辺をうまくコピーできるといいかなと思います。というわけで、本日は以上になります。ご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。